リニューアルされたのは山口市道場門前にあるレノファ山口のグッズを販売しているアンテナショップです。昨日午後6時、店は白い幕に覆われています。というのも今回のリニューアルの呼び物は店のシャッターだそうで、店の前にはサポーターや買い物客が続々と集まりました。そしていよいよお披露目です。それではどうぞ。チームカラーのオレンジが鮮やかなラッピングが施されました。シャッターデザインが完成しました。サポーターが応援している様子だったり、レノ丸、そして勝利時のラインダンスだったり、さまざまな場面が描かれています。はい、皆さんもお分かりかと思いますが、こちらを描いたのがリオタさんなんです。リオタさん、今回のデザインのポイントっていうのはどんなところですか？今回のデザインのポイントはもうレノファのテーマカラーになっているオレンジと黄色と黒をふんだんに使って、もうお店のどこから見てもどんな距離から見てもレノファのお店だなって分かるようなのを意識して描いた1枚です。もういろんな場面が描かれてますよね。はい、選手とスタジアムだけじゃなくて、はい、スタジアムにいろんな世代のサポーターさんとか家族連れの方とか、本当にいろんな物語が試合に限らずあるので、そういったところをサポーターというかそのスタジアムの一日をテーマに描いたものになります。なるほど、やっぱりサッカーが好きな、ね、リオタさんならではの、ね、目線かなとも思いますね。さて、その集まったサポーターもこのインパクト十分なシャッターを写真に収めていました。思い出もあり未来もありで、すごく楽しい絵だなと。レノファ頑張れ、我々もしっかり応援します。なんかこう未来をすごく彩ってくれたので、なんかより、ね、この街にも人がより集まったり、スタジアムに人が集まったりっていうようなきっかけになるといいなと思います。目前に迫った開幕へ勢いをつけてくれそうなシャッターですよね。今日から5000円以上お買い上げの先着100人にはシャッターのデザインがプリントされたステッカーがプレゼントされるということです。